10月8日レベルス後楽園大会は日本最高峰のキックボクサーが集結。豪華布陣を一気に紹介。メインイベントは日向が決意の復帰戦に登場。レベルスを代表し新日本キックのエース緑川作ると日本頂上決戦。セミファイナルは梅野源氏がルンピニー王者再挑戦への最終関門、元ラジャ王者と対戦。世界2冠王小笠原栄作が対するは急浮上を果たした剛腕ビッグダディキング京介。 WPMF 世界王座経験者対決。日本を代表する宮本圭介か、ムエタイの実力者ラウサカンか。レベルス次期エース候補ハン・ユンソンに正念場の一戦。対するはプロフェッショナルシストケンタ。那須川天心へのリベンジを狙う2人が激突。サイガキザイモン VS 玉本キャットユータ。激闘大魔神橋本悟が実力者丹羽圭介と今回も激闘。他にも注目カード満載で満足度 200% のレベルス秋の大決戦をお見逃しなく。